はい、今日最後のスピーカーになります。芦原と申します。昨今の生成モデルという言葉に関する文句っていうタイトルなんですけど、そんなに過激な文句は言わないです。ただ、ちょっと私ですね、クロスコンパスインテリジェンスっていう会社でデータ解析をやってたりするんですけど、その時にお客さんが言った生成モデルっていう言葉に関してどうも納得いかないところがありまして、それに関してはちょっと話をしようとは思ってましたっていう話です。これは宣伝みたいなんですけど、もともと若手の会、この会を開催しては全のアーキテクチャ若手の会の私たちゴールドスポンサーでして、ウォンテッドリーとかにもページありますんで、よかったらご覧になってくださいということでお願いします。で、先ほど C 性という話が出ました。僕 C 性で物を分類するっていうのに関して非常に憤りを覚える例があります。大学で人工知能について勉強しようと思うんですが、就職的に有利でしょうか。この人工知能の C 的な分類と呼ばれているものには非常に疑問を感じたりするわけです。あるいはそういう立場においてですね、いろんな他の人もいらっしゃいます。恣意的な立場で人工知能と呼ばれているものを分類すると、Excel を使うことができると大体似たようなスキルみたいです。あるいは他の人は人工知能という言葉をですね、分類していきますと3分野で使われているということになるそうです。人型ロボットや自動生産装置、完成上です。なんとなく、いいようにも聞こえるような気もしちゃうんですけど、こういうふうに恣意的な分類をするということはこういうことだということです。で、人工知能って何だろう。これは昔いた副代表の島田さんという方のやつなんですけど、ここでですね、で、そして、大場さんの話を借りますと、新人工知能という真の分布は存在しないということで、私の話は以上にしたいと思いますということで、ありがとうございました。っていうのは冗談でして、ここまではですね、いわゆる、今日のお三方の発表を聞いて、ブッチ数が出てこなかったんですけど、お二方の発表を聞いて思ったことです。それをスライドにしました。ここからやっと私の発表に入ります。2分30秒も使ってしまいました。もともと解析学を使って研究しておりました。解析学は赤くなってるはずなんですが、同じ現象が起きていると思います。そして、大学院をですね、出ました。電通大のそのまま大学院に行くんですけど、ここから工学に変わります。で、今になりますと、クロスコンパスインテリジェンスって会社と、あと、電気通信大学の大学院で博士課程を、通ってます。で、主にやってるのはディープラーニングではなくて、実は複雑ネットワーク系の研究が主です。で、全農アーキテクチャ若手の会の社会人支部代表もやってるんですけど、今いらっしゃる代表、元代表で、で、代表と副代表と一緒に作ったのは、ちょっと彼らだけ引退しちゃって、僕だけまだ社会人支部代表の取り残されてるみたいな状況なんですけど、今頑張っております。で、同じ、ちょっと申請とは違うんですけど、やってることって右上にあるやつ、左上にあるやつがですね、僕主にやってたことに近いんです。テンソルリプレゼンテーションですとかですね、サプラージョットアドジェンシーリプレゼンテーションと、もう噛むほど難しい、言いにくいものなんですけど、テンソルに関する表現とかをですね、結構大学院1年生とかの時にはやってまして、で、これをどうにかしてその工学に応用できないかとかいろいろ考えてたんですけど、最近テンソルっていうと右下にあるようなテンソルフローって呼ばれているものを連想される方が多いそうで、僕このスライドシェアにメールアドレス貼ってたんですけど、先日文句が来まして、これ読んでも全然テンソルフローのことは分かんないって。それは分かんないよって思ったんですけど、世の中でもテンソルって言葉がもうこれに変わりつつあるのかもしれないという、それもかなり僕の恣意的な分類なのかもしれませんが、で、やっと導入に入ります。こういう画像を生成できるモデルが欲しいみたいなことを C って書いたのはクライアントです。で、私がこう画像生成できるモデルですかというふうに話をします。はい、そうです、生成モデルを作ってほしいですっていうので、生成モデルねっていう話をしました。で、実際に生成モデルで作ってみますと、もらった画像データでやっても、データが悪いのかどうなのかっていうのは置いといて、結局のところもっときれいに作ってくれよと言われるわけですね。で、その後に付け加えられたメールの文句が、生成モデルって画像きれいに作れるんじゃないのみたいなことを言われてですね、生成モデルってどういうイメージを持たれてるんだろうっていうのが分かんなくなってくるわけです。じゃあ仕方ないから生成モデルではないんですが、普通にデータ入れるのを工夫したオートエンコーダーでやるとそれなりに綺麗な画像が出るんですけど、そしたらクライアント側から最高の生成モデルができたね。
ぜひこのモデルを使わせていただきたいというふうな話があったりしました。あ、まあ、これはあの実際に実験段階で特にあの使うなんかサービスに使うとかそんなことは全然ないんですけど、まあ、生成モデルと呼ばれているものとか、なんか、まあ、モデルの違いってなんとなく分かってもらえたら今日はいいかなと思ってます。で、難しい数式は出ないので初心者も安心とは言ったんですが、なんか数式を載せてしまいましたので、一応ページだけ表示します。ただ、まあ、これはですね、なんていうんですか、まあ、今日発表を聞いてて、まさか岩渕さんがここまで、ガチめなものを突っ込んでくるとは思っていなかったんですが次回以降であればマニアックモードでやろうと思ってはいます。今日はちょっとかなり優しめにしちゃっています。そして、まあ、なんか分類するということというタイトルで先ほどの方が発表しておりましたが、まあ、基本的にはなんか識別するモデルと生成モデルみたいな簡単なイメージはこんなもんで思ってくれればいいのかなって思ってます。結局のところ生成モデルって何をやってんだろうなっていうと、なんかその分布って呼ばれてるものを作りたいわけですよね。でもともとなんか機械学習って呼ばれてると、なんか真の情報源からなんか基本的には訓練集合とテストデータに分けていって、で訓練集合でうまくなんか勉強した関数が未知のデータにも使えるようにしたいみたいなことをなんかこう、まあ、あの考え方としては持ってる風な感じなんですね。で、これはなんかまた余談に入るのかよって感じなんですけど、これ非常に重要な考え方で、まあ、そういう分識別モデルっていうのを普通にやろうとすると、あるいは恣意的にこれとこれを分けたいみたいなことを考えようとすると、ちょっと落とし穴にはまるっていう例の一つです。これ左側の画像には戦車がいなくて、右側の画像には戦車がいるっていうのをなんとなく分かってもらえると思うんですが、これは実際になんかペンタゴンで実際になんか国防省とかで実験されたやつの、まあ、みたいですね。でニューラルネットワークって言われているものを使って、まあ、タンクがある写真かタンクのない写真かっていうのを見分けるものを作りましたよと。で 100% の正確性でそれを見分けることができるようになったらしいというふうな形でした。ただ一人の、まあ、三段落目ですか、まあちょっと発表のところに一人質問した方がいたんですね。まあ、戦車のある方のイメージは全部曇りの日で、戦車のない、画像に関しては全部晴れの日だよねっていう質問をしたと。そうすると確かにその通りで、この識別モデルは何をやってたかというと、戦車のあるなしって呼ばれているものを識別したわけではなくて、天気予報として、まあ、晴れと曇りを当てていたというふうな結果になったっていうことなんです。つまりデータって呼ばれているものをどういうふうに準備するかって呼ばれているこの最初のこの考え方ってものすごい重要なんですね。真の情報源って呼ばれているものからデータ駆動科学っていうのは始まるので、これを非常に用意するのは、まあ、すごく大事なことになるわけです。で、まあ、識別モデルにはそういった落とし穴があったりするわけですが、まあ、今回やるのは基本的には生成モデルに関係するお話をちょっとしたいというところです。で今日はオートエンコーダーって呼ばれている単語が出てきちゃうんですけど、まあ、知らない方ごめんなさい、寝てても大丈夫ですまずオートエンコーダーってモデル何やってるかっていう話からします。これ基本的には入力されるもの画像が多いんですが、画像、まあ、画像に使われることが多いんですけど、画像をエンコードしてなんかこう表現、よくわからない表現にしていって、でそのよくわからない表現をデコードすると元の画像が出てくるとか、まあ、違う画像を出したりするケースも中にはあるんですが、まあ、基本的には写像で定義ができるものだというふうに考えることができます。で、ですね、まあ、この基本的な感じとしては、そのオートエンコーダーって呼ばれているものはエンコーディングで何をしているかっていうと、まあ、画像データって呼ばれているものを自分たちが用意した特徴空間に点として写像するっていうところに、まあ、理解ができるかなと思います。じゃあデコーダーって何やってるのっていうと、別にインプットされた情報が何かっていうのは関係なくて、点から情報を復元してるっていうことになるとっていうふうにオートエンコーダーを考えることができていて、でまあこれがなんかこうオートエンコーダーの基本的な考え方なんですね。でここで言いたいのは、このエンコードしてる部分が点であるっていうところに関して、まあ、ちょっとなんとなく、理解をしておいてほしい。でこのオートエンコーダーディープラーニングでよく使われたりドキュメントに載ったりするんですけど、ケラスでは全然使えませんって呼ばれているような、まあ、なんかこれドキュメントの中に実際に書いてあるんですね。まあこれ使えますかとかっていう質問に関しては全然使えないよみたいなことを書いてあるわけですけど、オートエンコーダーあまり使えないと言われたりしています。ただオートエンコーダーできるところって結構いろんなことがあって、まあ、そのエンコードデコードって呼ばれているものをいろんなデータに使っていくと、そういうなんか最初に中間のデータみたいなのを作ったり、まあ、中間の空間みたいなのを作ったんですが、そこになんかうまく圧縮できるようにしていくと、なんか似たデータが特徴空間上の近くに写像されるっていうのが、まあ、ちょっと期待されてはいると。でそうするとなんか未知の画像に対しても
それなりにうまく再現できるような、まあ、最終的には画像が作られるんじゃないかっていうふうなことがちょっと期待されてはいるんですね。ただしそれはなんか学習で作ったデータの組み合わせで表現されることにはなるんですが、ビジネスに使うとするとどうするかって呼ばれれば、まあ、これはなんかこう基本的にはまあ異常検知とかにも使えたりするわけです。ただここはですねちょっと難しいところがありまして、データをそのとある特徴空間上の点に写像するっていうところで少し難しくなります。まあ明朝体で僕の足っていう字をエンコードした後 MS ゴシックで足っていう字をエンコードするとしたら、じゃあその中間ぐらいの足をデコードしたいみたいな、だから明朝体と MS ゴシックの間ぐらいの字体で足っていうものを作りたいなってやろうとするとオートエンコーダーですごく難しくなってきてしまいます。まあ不可能ではない地図のところだから、結局のところそのまあなんか左側の絵で言うと黒い、まあ黒い点が、ここ赤くなってないんだね、黒い点がまあ明朝体で、下にある青い点が MS ゴシックだとすると、その間の足っていうのをまあデコードで取り出そうとすれば、基本的には特徴空間上って何十次元になってるわけですから、まあその距離を測っていって間の点からデコードしたら明朝体とか MS ゴシックっぽい足を作ってくれるはずだろうと考えるんですが、これオートエンコーダーでやると結構難しいです。結局のところそのオートエンコーダーでやってることって何なんだろうっていうと、データの持つ近さっていうのが単純な見た目で決まることになるっていうのが考え方です。これさっきの島田さんで、でこちらあの谷中先生ですね、でこう僕の社員です、あの僕の会社の社員です。3人似てるなみたいなことを一瞬考えるんですけど、共通点はメガネだっけなんですね。でただデータの持つ近さっていうのはそうやって単純な見た目で結構決めることが多くて、オートエンコーダーも実はそこまでですねこれと遠いことやってなかったりするんですよ。まあ、ただ これほど潜在的なものを掴んではいないんですよ。あの人間に比べるとこれぐらいあのオートエンコーダーがやってることはこんなもんだってことなんですよ。これは別 の肩のスライドから撮ってきたんですけど、左側のなんか猫と右上にある猫は同じ、まあ本当は潜在的に一緒なんですけど、オートエンコーダーで実は同じような似たところには持ってこれないですね。逆になんかサバ寿司の方が近くなっちゃうっていうふうになるはずなんです。まあこれはなんかオートエンコーダー点に写像する時の特徴の取り方に問題があるっていうことになるんですが、結局のところ思い切ったことを言っちゃえば、オートエンコーダーってまあなんかこうデータを有用な情報にこう圧縮するっていう手法の一つで考えることができるんですけど、圧縮された情報ってなんか連続的な距離の概念っていうのをなかなか持つことが難しいと。だから冷たい温かいみたいなのを学習させてぬるいを表現するみたいなことも難しいので、まあ、情報空間上に距離の考え方っていうのを持たせたくなるなっていうのがあの考え方として出てくると。そこでやるのがこのなんか最近だとちょっと使われ始めてるのかな、バリエーショナルオートエンコーダーって呼ばれてる方法が出てくるようになるわけですけど、結局モチベーションとしては最初になんか3っていうのをエンコードして、じゃあその近くでなんかデコードすれば点の近傍でデコードすれば3が出てくるんじゃないかと思ったんだけど、デコードすると島田が出てくるみたいな、そういう現象が起きちゃうんですね、オートエンコーダーだと。だからそれは特徴空間上には明確に距離の近い遠いみたいなものを満たす概念があまり存在しないということになるんです。まあこれデータをいっぱい入れれば意外とできたりはする時がありますが、まあこれ 100% できないってわけではないんですけど、難しいわけです。じゃあ実際に距離持たせようってすると、距離って結局教師データとして必要になるんじゃないのっていう考え方になるのがまあ出てくるはず。つまりなんかこれとこいつはこれぐらい遠いみたいなやつをなんとなく決めなきゃいけないんですね。まあ結構難しい。だから距離そのものって呼ばれているものを自動的に学習する仕組みを作ればいいっていうことになるんで、まあ、そこで出てくるのがいわゆるベイズ主義的な考え方、データにある元々の分布そのものを学んでしまえばいいっていう考え方なので、まあ、データの元々の分布はこうであるというふうに仮定をして学習するっていう方法を取るのがバリエーショナルオートエンコーダーというふうに考えてもいいと思います。まあ、実際元々の分布を学習するのは難しいんだけど、それを簡単な分布で仮定するからできるっていうことなんですね。だからイメージとしてはこんな感じになるわけです。オートエンコーダーはエンコードして点になるんですけど、まあなんかこう VAE っていうタイプ、バリエーショナルオートエンコーダーは点ではなくなんかなんとなく面みたいなものを作ると。まあ2次元だったらですけどね。だからこうなんか見た目こんな感じだよっていうところです。でその中から1個選んでデコードすればなんかできるだろうと、3っぽいねと。まあこれがぼやけるんですけど、ぼやける理由は後でちょっとだけ説明します。だから各データが持つ潜在的な分布が存在していることを仮定するわけですね。だからデータには真の分布があると信じなきゃいけないわけです。で、
実際の分布なんて分かんないわけです。でもなんかこうさっきの手書き文字の分布って何って言われたらそれは一発で答えられる人なんかいないわけですね。だから簡単な分布で、近似をするというふうな感じ、いわゆる平均と分散で表現できるような分布を用いればいいというふうな考え方が出てくるわけです。で、潜在的な分布って呼ばれているものを仮定した上でどんどん特徴空間に対応させていくと全体で分布が作れるというふうな感じになる。ってことはですよ、生成モデルで大事なことって何っていうと、実は VAE っていうか、まあ、VAE の観点において考えてもらえれば出た画像じゃなくてエンコードなんですよ。だから画像生成モデル画像きれいになるよねって言われたことに関してちょっと疑問に思ったのは、いや生成モデルって呼ばれているものは分布を作るものですよっていうふうな考え方とまたちょっと違ったからっていうところでちょっと疑問が湧いたんですね。だから大事なのってエンコードになるんですよ。で、だけどニューラルネットワークと呼ばれているものは出力が基本的にロス関数みたいなのを計算したりするわけですから、なんか通常のロスで対応するの難しいですよ。だからそれをできるように、まあなんか、まあ、なんですかコスト関数というか上の辺ですけど、ごめんなさい数式出ちゃうんですが、まあ、あのカルバックライブラ情報量と呼ばれているもので、まあ、中間層の情報量を近似するというふうな形だから、真の分布ガウス分布と仮定したものに近づけるような項を実際に出していくというふうなことです。だから下の見ていくとなんかこう KL ダイバージェンスって呼ばれているもので、まあもともとの分布はこうだよって呼ばれている感じなのと、それをまあ単に実際のデータからエンコードした情報量を近づけていく項を作っていって、まあ、残りは普通の復元誤差、まあ、普通のオートエンコーダーと同じような復元誤差を、まあ、取るというふうにロスを計算していくってなっています。で、こう数学っていうタイトルだったので一応展開式をきちっと出していくとこういうふうになっていくんですけど、難しそうに見えるんですが実はめちゃくちゃ展開自体は簡単です。ちょっと大変なのは 3行目から4行目に行くときの沿線の不等式だけなんです。一番上から次の行に行くっていうのはすごくまあとても単純なこと、なんかこの一番上の式を使えばいいと。で、これをなんかもう掛け算して両辺を py で掛ければ普通に出てくることです。で、2行目から3行目に行くのはもともとエンコードしようとしてた q っていう分布を掛け算で加えるので、まあ分母にやって、だからその2分の2を掛けて加えるのと同じようなことをするだけです。で、その後に沿線の不等式と呼ばれているものでログって呼ばれているものを関数の中に吹き込むことができると。で、ここだけちょっと面倒くさいんですけど、まあ沿線の不等式を使っていくと、まあ、こういう展開ができていて、で、その4行目から5行目っていうのはログの引き算で関係性を表すだけですから、まあなんかこれを使うだけだと、まあその沿線の不等式の塊の下の部分を使うわけですね。で、ラストは今この左下の確率期待値 の連続型の計算とカルバックライブラ情報量と呼ばれているものの、置換の部分を、まあ、実際に式に適用すれば一番下の式が出てくるので、まあ、導出自体はすごく簡単にできるということです。で、実はその単にコスト関数が導出しなくても他の方法からできるんですが、これに関してはもう時間がないのでしません。まあ、結局のところ事前の分布って呼ばれているものを仮定していって、その事前の分布がガウス分布とかに近づくように学習していくっていう項が入っていくから、まあなんかその分布を生成できるっていうふうになっていくと。で、そうするとなんか結果的には左上から、まあ、右上から左下どういうふうに見ていってもいいですけど、徐々に変化する方、まあ、効果みたいなのが得られるようになってくるなというのが分かると思います。で、そうする、まあそれでなんかもう時間がないのでなんとなくこの辺が最後にしたいと思うんですが、実際はですね、画像って呼ばれているもの、画像ならではの性質があるので平行移動普遍性を持つ事前分布みたいなのを仮定しちゃうと、実はとある区間に入る区分の確率変数っていうのがどっかで等しくなっちゃったりします。そうすると何が起きるかっていうと画像がぼやけるような現象が起きるんですね。だから VAE でなんかガウス分布を仮定するっていうふうにやったりするんですけど、そのガウス分布を仮定してしまったがために実は画像がぼやけるっていう現象を起こしてしまいます。これは画像自体が持ってる、まあ、普遍性みたいなものが作用してしまって画像がぼやけるというふうな形です。まあ、なんかイメージしてもらうと分かるんですけど、基本的にその中の分布自体がまあ、さっき その普遍性を考慮した形になると、このちょっととある点からとある点の間の微妙な差の部分までは確率、まあ、入る確率が等しくなってしまうので同じような画像しか生成しないみたいな、そういうものが出てしまって画像がぼやけるという現象が起きてしまうんですね。
まあ、他にもなんか尺度普遍性とかあったりするわけですけど、まあ、この辺はまだあんまりそういうのを持ったデータ分布にあんまり出会ってないので分かんないんですが、まあ、こういうのがあの分布を使った時の落とし穴になるんじゃないかなと思ってます。でまとめをまあやっていくと、なんとなくその画像を作るんじゃなくて入力データに対してなんか潜在分布を見つけていくっていうのがまあ重要と考えるのが、なんか生成モデルにおける VAE におけるまあ重要なところですね。で VAE って呼ばれているものはなんかその因果数問題っていうふうに考えることはできるんですけど、もう一つそのディープラーニングの手法で最近流行っているのは GAN って呼ばれている手法で、これはちょっとあのまた次回の機会とかにやりたいなと思ってはいます。まあ、だから因果数問題のようになんか特定の分布を与えていく方が簡単ではあるんですけど、まあ、なんかガンの方が実際にできる画像は綺麗だったりしていて、まあ、チューニング地獄ではあるんですが、まあ、今後はなんかこれもちょっとやってみたいと発表してみたいなと思ってます。で、次回予告ではないんですが、生成モデルのその要関数問題版というかガンについてに、まあ、ちょっともう同じように喋っていくっていうことも可能なんですけど、僕がちょっとやりたいのは、まあ、前回のその変な質メールでカチンときてるのでテンソルフローが構成してるテンソルというのはどこまでテンソルの速度を満たしてるのかみたいな、それをこうレビューするみたいな、そういう回をちょっとやってもいいかなと思ったりはしています。発表は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。質問ありますでしょうか。あ、生成モデル上の式で換算することはできるんですけど、もともと何ですか、じゃあ多様体がこういうふうに分かれるようなことを仮定してたりします？多様体仮説って。となると、なんか一応真の分布を仮定した上で考えるので、なんか生成モデルの考え方とちょっと違うかもしれないっていうのはあります。っていうのも、実際に分布があるっていうことは結果として出るのはいいんですけど、その元々仮定した分布がどうかっていうところも結構生成モデルで考える上ではちょっと大事だったりするので、まあ、特にこの今日発表した中ではですけど、まあ、考え方によっては生成モデルとして考えることはできるのかもしれないけど、まあ、なんかちょっと違うような今の話だと気がします。はい、質問ございますでしょうか。それでは、橋原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。